ね、今朝で切っ先が相手に刺して、で合気道で書いたのはよくここまで切る人がいる、浅いのと方向がこっちになる、だから深く切っ先、指先を相手に向ける、そういうふうにすると横目打ちが強くなる、でその強い攻めに対していなせばいい。あの中国の故事に、ある人が何でも突き通す矛、それから何でも止められる突き通さない盾を両方打ってるんだ、じゃあ あんたの矛とあんたの盾が使ったらどうなるか、で答えに困ったっていうのは知ってますよね、矛盾という。で実はその矛盾というのは、つまり強い攻めに対してどうするか、で合気道にも居合にもこの横目打ち、まあ居合では袈裟斬りっていうんですね、まあ、手刀でこうやってこうさっと、ちょっとやってみてください、まず空中、そう届くんですよね。でよく合気道の初心者がこれ浅いんです、届かない、で川尻さんが刀やってるから届くところまず来るんですね。でそれと同時に私はもしそれ止めようとしたらもうそこで止めないでずっと塞ぐ、おお、そうだから切られる、もし止めようとしたら。ところがもう一つのやり方があるんです。どうぞ。今、微妙な変化に気づいたんですか。はい。何ですか。これ無効になってるんです、使えない、はい、どうぞ最後まで切ってください、はい、使えないですね、こういう一本で今ベクター変えたんですね、このベクターで止めてるんじゃなくて方向を変えた、それでこう今ベクターを、まあ、ここに来てるので、で四方投げという技が一歩二歩三歩でぐるっと回って投げる、この何でも突き通す強い力を無効にするために一つだけやればいい、いなす、でこう止めると要するにいつく、ぶつかって、うわ、だからその合気道も長くやってますけれども、いや今2年ぐらいやってて、で合気道を教えるときに一つこの2年間で困ったことは、オンラインでやらないといけないですね、それで狭い部屋で学生さんが狭い部屋で受け身も取れない、じゃあどうしたらいいかって、それでいろいろ工夫して、今回は、今回の楽器で居合の基礎をまず入れて、それから合気道をやると強い打ち方ができるようになった、つまり届く、要するに形ばっかりで浅いで別に当たっても痛くない、でそれじゃ困るのでいろいろ分解したんです、なぜ届かない、多分イメージがここまでしかないんですね、手でしかやってない、だからもっと、まあ、例えば刀を持ってるとスパッと、それから切っ先が相手に向けるでしょ、居合は、でも 大概、初心者が開けすぎるこっち向いてる、だから あるいはこう弱いんですね、これはで例えば切っ先をこういうふうにして、はいどうぞ、でシュッ、深く、しかも最後はこれ学生に練習させてるんですね、パッ、でもちろん刀で練習して、それで、でそれ止められないからね、だからいなすじゃあ技はいいからちょっといなすところをまずやって、そう向こうにしました、これ全く効かない、本当はこれやりたい放題なんです、ここから技知ってれば、でもこれがいいですね、で全然抑えてないでしょ、ベクターを変えただけ、分かりますね、反対側もやります、攻めできました、指をちょっと出しましょう、そうでこれが来たらどうするだから下ろすとか効かないもうこれだけできれば十分防ぐ、もうここでやめるかもしれない、相手があれっつって、なんかとんでもない力を持っているように感じるんですね。で、このカーブがの距離と真ん中まっすぐ入れてちょっと入れるのはどっちの距離が短い？そう。だからこう
あら遅い、はい、はい、おー、OK、うん、今ほぼ同時だったんだけども、あの心の動きに合わせてやってみてください。つまり私の動きが目立つようになってからで遅いので、今、おー、はい、あ、今いい感じですね。向こうになってるのとほぼ同時に動いてるんです。よくあの合気道をあまり知らない人が見ると、つまりこっちの攻めがなんか遅く見える。本当は、志立ちが早いだけ、ね、はい、で心の動きがあの感じたら始める。おお、そうそうそう、もう跳ね返れる、うん、はい、もうこれでだいぶいいんですね。であの動かない、要するに、まあ、自分が動かないというのはもう一つ、あの、あ、居合からあの一ついいことを学んだんです。素振りの練習、こういうね、今朝で切っ先が相手に刺して、で合気道で書いたのは、よくここまで切る人がいる、浅いのと方向がこっちになる、だから深く切っ先、指先を相手に向ける。そういうふうにすると横目打ちが強くなる。でその強い攻めに対していなせばいい。